決勝戦57キロ級、残りはまだ3分少々あります。さあ、新しいカテゴリーでのこの佐藤の戦いぶり、永井さんにはどう映ってますか？そうですね、非常に安定感もありますし、力強く見えますね。そうですか、はい、うん、で最後に呆れることもないですから、はい、安定していると思います。うん、やっぱり国際経験は52キロでは相当積んでますよね。そうですね、ですから、試合の運び方とか寝技の移行なんかも非常に早いですし、その辺の試合のポイントっていうのを非常に分かっている選手なんではないかなと思います。はい、決勝戦は有効ポイントリードしているのが佐藤、指導2つがいっています。なかなか、ようやく左になって内股、この内股で1本を取っているのが今日の宮本です。さあ、左からの攻めがようやく出た感じが永井さんありました。そうですね、宮本選手、相手が高い位置にいてくれればですね、はい、担ぎ技、内股、跳ねる技、持っているんですけれども、佐藤選手、非常に組み手も硬いですし、姿勢も低いのでなかなか技に入っていけないところがあると思うんですね。なるほどね。ですけれども、ここからもう、ポイント取られてますから、どん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 積極的に先に効果です。はい、はい、足技で効果ですね、はい、大内刈りを見せましたのが佐藤。もう出鼻をくじかれるような形になってしまっていますよね。そうですね、はい、リードしました。このあたりは試合巧者ぶり、佐藤が有効のポイント一つ、効果を取ってリードしています。まだまだ一回一つしか技かけてないような気がしますからね、はい、かけさせてもらってないんだよね。左からの内股がちょっと透かされまして、ポイントにはなりませんでした宮本です。しかし世界の代表を今年勝ち取りまして、カイロ世界選手権では2001年の世界チャンピオンといきなり当たってしまいました。自分の柔道はできませんでした。指導、そして今指導が3つ目いきました。したがって佐藤のリードが技ありと同じということになります。なかなか宮本が攻めさせてもらえない、この辺は永井さん一言で言うとやっぱ上手さってことになるんでしょうかね。そうですね、佐藤の2階級制覇なのか、宮本いきなり妖精がもっと舞うのか。57キロ級決勝、残り30秒となりました。宮本は残り30秒に全てをかけて、妖精のような舞で一つ足を高々と跳ね上げさせることができるかどうか。そうはさせじと永井さん指摘のように低く低く柔道をしているのが佐藤です。残り時間が少なくなってきました。佐藤は新しいこの57キロ級で北京を狙ってきます。まず一つ名乗りを上げるのか。さあ、残りは12秒。まあ、永井さん、残り12秒に宮本はかけなきゃいけませんね。はい、技ありでリードを示しています。宮本は左から何か技を出したい。さあ、いった、モーションは行きました。内股、残り4秒です。佐藤の試合巧者ぶりがピカリと光りました。今試合が終わりました。57キロ級に階級を上げてまだ半年も経っていない佐藤愛子が福岡国際2階級制覇となりました。57キロ級、日本勢では誰が抜けるのか、北京へ一歩踏み出すのは誰なのか。踏み出したのはドサンコガッツ愛子。